さあ2点差ジャイアンツ、まだまだゲームは分かりません。この回は5点差、ベイスターズのピッチャーでそれをわざとこう接戦に戻しているというような ね、感じがありますよね。ファールボール150キロ。なんかこう高めいったボールというのは非常に勢いありますけどね、はい、やっぱり低めいったボールにちょっとね、力がないかなという感じしますね。なるほどね、だから差がちょっとありますね、ボールにね、はい、ちょっと細かい雨がまた強く降り出してきました横浜スタジアムです。8回の表ジャイアンツの攻撃、8対3から3点を返して8対6、2点差。抜きましたね、そうですね、挟んでますね。ツーボールツーストライク、ランナーが二塁一塁ですから、まあ、ここはもうね思い切って、なんていうんでしょう、ワイルドピッチもねそんなに恐れなくても点にはなりませんが、そこら辺は、ね、考えずに投げてほしいんですよね。あ、むしろね、はい、そんなことを考えるんじゃない、キャッチャーが止めてくれると思って、はい、投げてほしいですよね。フルカウント、今日4打数4安打のアンダーソン。スリーボールツーストライク、叩きつけた。さあ藤本との競争、セーフ、内野安打。早いですね、早いですよ藤村は。さあワンアウトフルベースで今日4安打のアンダーソンを迎えます。この打球ではね、本当にもう余裕ですよ、この藤村のスピードっていうのは武器ですよね。そうですよね、いやでもすごい場面になりましたね。はい、